金山寺にある天台宗の寺院。三号は明金山。近世には明金山観音寺変造院とも呼ばれていた。本尊は千手観音。寺に伝わる金山観音寺演技によれば、当時は奈良時代の天平商法元年に法恩大師が後堅天皇の勅命により改装し、後に法恩改装の備前48火事の根本道場となったという。 創建当時は、宝生州に属し、裏山の三古法に建てられていた。本尊として、法恩大使自作の千住観音が暗記されたと伝わっている。法恩大使は、備前国津府軍派側の出身という中は伝説的な、そうで、岡山県地方の古寺には、法恩の回帰伝承を持つ者が多い。寺は、延久万年消失し、 平安時代末期の工事元年に現在地に移された。河王年間に僧より帰国した英才によりごま堂などが建てられ、宗派も天台宗に改められた。この時に陰号を返上院とした。鎌倉時代には将軍家の祈祷所となっている。戦国時代の文岐元年金河城主の松田氏は、金山寺に大志自身の信奉する日蓮宗への改修を迫った。 寺院側はこれに応じなかったため、松田氏は寺院を焼き払い造具は改人に返した。その後、法規国大山寺より、法院、窓か里氏が、来山氏、松田氏を滅ぼした、浮田直家の援助を得て、天正3年に、本堂、小窓を再建した。この時に建造された本堂は、国の重要文化財に指定されていた。浮田氏の被護した。 微前国の自社総監として優遇された。江戸時代になると、岡山藩主、池田光政により、自社総監から微前国天台宗総監に改められた。なお、光政は、二王門を寄進している。平成24年12月24日、本堂が火事で全焼した。その後平成25年8月7日付の、官方告示で、本堂の重要文化財指定が解除された。 本堂、デジタルアーカイブ歴史館金山寺、岡山シティミュージアム、2019年3月26日閲覧。国の十分、金山寺本堂が全焼、桃山時代の様式読売新聞、2012年12月24日、閲覧重要文化財の指定解除について、文化庁岡山県文化財課、ありがとうございます。